皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数、今回は比例の利用ということで文章問題を扱ってみたいと思います。四角1、アーモンドを 60g 買って120円払いました。この時アーモンドの重さ、これと代金は比例しています。括弧1、アーモンドを 360g 買うと代金はいくらですかと、こういう問題ですね。この時簡単な表を作ってみましょう。重さですね。まず重さ、これはグラムでしたね。そして代金、これは円ですよね。これをこんな表にしてみます。重さが 60g の時は120円、こうなりますよね。そしてアーモンドが 360g ですから、ここが 360g だったらここがいくらか、こう考えればいいわけです。比例の場合は片方が何倍か分かればもう片方も何倍すればいいか、これが分かりましたよね。じゃあ 60g が 360g になるので何倍になっているか調べます。360÷60、これは6ですから、これ6倍になっていますよね。ですから代金も6倍になっているはずです。つまりかける6をすればいいということですね。120×6、これを計算すると720になるので、1番の答えは720円と、このように計算できるわけです。括弧に、900円でアーモンドを何グラム買うことができますか。括弧1と同じように表を作りましょう、ね、重さ、これグラムですね。そして代金、これは円ですね。で同じように表を作ります。 60g で120円と。そして今度は代金が900円ですから、こちらが900になる。でこちらがわからない。先ほどと同じように何倍になっているか調べます。こちらが何倍になっているか調べれば、こちらを何倍すればいいか、これが出るわけですね。ですから900÷120、ね、900を120で割ると、これ何倍になっているかが出ます。これは 7.5 と、これ 7.5 倍なんですよね。ですからこちらもかける 7.5 をすれば、重さが何グラムかが出るわけです。 60×7.5、 これを計算すると450になります。ですからここの部分は450g と、このように分かるわけです。比例の性質、片方が何倍になっていたらこちらも何倍になるとね、2倍だったら2倍、5倍だったら5倍と、この性質を使って2問解いてみました。四角にクリップの個数 X 個と重さ Y グラムを調べました。この時 X と Y は比例していて、クリップ50個の重さは 80g でした、ね。X は個数で Y は重さ何グラムかですね。括弧1、クリップ1個の重さは何グラムですかと。これ50個で 80g ですから、 80g を50で割ったら1個分の重さが出ますよね。ですから計算は 80÷50、 これを計算します。これは 1.6 となるので、クリック1個分の重さは 1.6g と、このように分かるわけです。括弧2、
クリップの個数 x と重さ y の関係を式に表しましょうと、比例の場合は y イコール x かける決まった数または決まった数かける x とこういう式になりましたよね。この決まった数、これを求めるときには y の値を x で割ると、ね、y の値を x で割る、そうすると決まった数が出ました。でここでは y というのは重さですよね、 x というのは個数ですから80÷50 をやったのが決まった数ですね。ここではもう計算してあります。これクリップ1個の重さなんですよね、 1.6、 これが決まった数と分かるので y は x×1.6 または y は 1.6×x と、こういう式で表せるわけです。今回は比例の利用として文章問題を4つ解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。